医療法人社団三親会三橋歯科医院の三橋でございます。ただいまより医院のご紹介をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。当院は開業して40年を超える歯科医院でございます。地域密着型の歯科医院として、活躍している医院でございます。現在当法人は鎌ケ谷市内を拠点として7院を有し、100名ほどの方々が勤務している医院でございます。おはようございます。おはようございます。今日も皆さんで協力して頑張りましょう。責任を持って、責任を持って、誠実であり、誠実であり、真心を込めて接しましょう。真心を込めて接しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。将来安定した職業に就きたいと思ったからです。中学生の頃に歯科矯正を受けていて、その時に興味を持ちました。子供の時に歯医者さんでよくお世話になってたんですけど、虫歯とか歯周病を治す歯医者さんだと思ってたんですけど、虫歯にならないとか歯周病になりにくくするっていう予防をメインとしている歯医者さんもあるって思ったら、結構その興味が湧いて、あ、歯医者さんって面白いんだなっていうふうに思ったのがきっかけです。母がずっと歯科助手だったので、歯科業界を小さい頃から見ていて、歯科衛生士になりたいと思いました。先輩方にはホワイトニングや細菌検査などの衛生士業務を一人一人分担して丁寧に細かく教えていただきました。悩みを気軽に相談できる仲間がいるので、長く続けられています。他の歯医者さんよりも患者数、症例が圧倒的に多く、いろんなことを学べると思ったからです。私3ヶ月目なんですけど、大人数なのでみんなでワイワイやるときは楽しくやっていて、わからないことがあったら周りの人にすぐ聞けるので、とても助かってます。なお三橋歯科医院では衛生士10名、助手4名、受付4名、パート7名の方々に勤務していただき、入職者は毎年 3,4 名迎えることになっております。本年度も衛生士さんを4名ほど募集する次第であります。詳細は募集要項をご覧ください。明るく元気な方を募集しております。よろしくお願いいたします。待ってます。待ってます。